イストレッチを医学に金子たらしでございます。今日はこの方に来ていただきました。自己紹介どうぞ。株式会社サンエイトの阿部と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。体何があるんですか？一番痛いところが、痛いところが首筋なんですよね。首筋ずっと偏頭痛で悩んでて、首を回すと痛いとか傾くと痛いとか何かありますか？上向き一番こう斜めに下ろすと痛いって、突っ張ってるなっていう感じはよくあります。柔軟性軽く見たいので、僕の方向いてもらって、はい、前屈してみてもらって。めちゃめちゃ硬いですか？大丈夫ですか？めちゃくちゃ硬いです。もうこんぐらいですね。あー、ポンコツですねなるほどですね。やるだけやってみましょう。金子たらしの神経ストレッチガチ対決やってきます。はい、これね、はい、グッと噛んで OK。 トゥル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 。なぜか耳やるときはちょっと音楽言いたくなるって癖がある。トゥル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 。クリ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 ドン。 OK。硬いの耳ですね。はい、耳特にこれ、あここ、はい、耳輪っていうところがあって、そこが硬いですね。これ何、耳のストレッチじゃないかと思うんですけど、これは内耳神経っていう耳の神経のストレッチなんですね。オッケーです。ここが主っぽいですね。ここもありますね。口開けます。あ、これですね。あー、これこれこれ、力抜きます。はい、力抜いて、口開けて、ここパッ、ルルッルッルルッルルッルッルッ。でもすいません、今日はなんかそういう日みたいです。はい、耳と顎、こことここだと結構つながっていて、ここ三叉神経、ここ内耳神経、こことここつながりがあるんですね。あともう一箇所だけあるんで、ここ、さっき言った肋間神経とか、ここも一応硬いので、これですね。これ痛くないですか？めちゃくちゃ痛いですね。はい、吸ってください。はいはい、でここね、肋間神経です。あ、ハンカチ持ってることもすごいし、その色が黄色だってこともすごいね。バレちゃいますね。ただもんじゃないね。あと多分こう硬いんですよ。ハック入ってこれ、はい、吸って、はい、吐いて、横隔膜硬い。え、吸います。もう終わりますよ。 OK。 最後背骨だけ伸ばすので、はい、手をお腹に置いておいてください。はい、はい、OK です。息吐いて、鼻で吸って体を後ろ倒します。鼻で吸うんですよ。息止めて、お腹膨らまして、このお腹へこませます。下ろしますよ。3、2、1、うっしょ、終わりました。ではまずさっきやった前屈いくので、はい、はい、行ってみてください。おー、痛いでしょ。行きましょう。痛いでしょ。言ってる言ってる。首が痛かった角度、はい、行ってみてください。あ、全然曲がりますね。曲がるでしょ。はい、痛いのちょっと消えてますよね。消えてますね。消えてますよね。ということで拍手。お、すごい。いいでしょ。どこだかよく分かんないでしょ。あれどこだっけっていう感じでしょ。スムーズに動きましたよね。一番問題耳だったんですね、今回は。耳、内耳神経、耳あるんですね。耳あるんですよ。もう一個ひどいと、もう天気が変わっただけで、はい、台風が来たりとかして、低気圧がガッと来るだけで耳がそれ反応して頭痛が起きたり気分が悪くなったりする。結構女性が多いんですけど、それがあったのかもしれないですね。2週間ぐらいずっと偏頭痛とか平気であったりとかして、うん、あと動悸とか、あと吐き気とかも結構あったりしたんですよ。その時点でも筋肉じゃなくても神経だってことですよね。で、耳っていうのは内耳神経って言って、脳神経、こっから上についてる神経なので、要はこの辺にがっつりついてるんですよ、脳の中に。ついてるので頭が痛くなるって言ってるけど、この脳神経のあたりに多分緊張があったんじゃないかなっていう。お天気痛とかっていう用語があるんですよ。本当に医学用語かっていうような名前なんですけど、それに近い状態ですね。なるほど、なんか解決した気がします。はい、でしょ。だから自分でストレッチっていうのも、大げさなストレッチするよりも、まずは耳をさっきやったみたいにこうやってグリ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 やるだけで全然違いますよ。バランス感覚も見る神経なので、運動能力も変わってくるし、はい、日頃の疲れ全く変わってきますよね。家でもやってみるようにします。家でもぐるぐる、多分何やってんのって言われるかもしれないけど、はい、ストレッチってちゃんと言ってもらって、はい、やるだけでだいぶ楽になると思います。今まで辛かったでしょ、首は。めちゃくちゃ辛かったですね。ご飯も食べられますね。食べれますよまずご飯を食べる前にぐる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 やってから、はい、ご飯を食べるっていうルーティンに今日からしてみてください。はい、わかりました。はい、ありがとうございました。よかったです。ストレッチは医学に金子と阿部です。はい、ありがとうございました。金子さんのストレッチって本当に効くのかよ。いやいや、俺は整形外科行ったって、柔道整復師にやったってダメだったんだよって言ってるところのあなた、金子たらしのストレッチにぜひ挑戦してみて、挑戦者は大丈夫です。
シリアスストレッチトレーナースタッフ募集のお知らせです。学びながら仕事がしたい、そんな熱意のある方、金子忠と一緒に仕事をしましょう。エントリーは概要欄から。